ミさんお疲れ様です。今回の舞姫大学のテーマ、肺がんですか。これは新しいシリーズになりましたね。いや私はね、肺がんっていうのはね、タバコさえ吸わなければならないんじゃないかなと、ぼんやり思ってたんですけども、まあ、そんなことはないですよね。喫煙者はどん,どんどんどん減る中で、肺がんの発生率っていうのは落ちないわけなんですよ。まあその辺もね、私の感覚ではなくって、まあいろんなデータをもとにお話してくださるとは思うんですけども、いやでもね、 私はね一時期タバコを吸ってた時期もあるんでそれからやっぱりこう空気のきれいなところにいれば肺は回復するのかなというふうな思いも込めて今田舎に住んでるわけなんですけどもどうなんでしょうねたまにね内臓が痛むことあるんですよねやっぱこれ年のせいですかねうんあの気持ちは若いつもりでもやっぱ内臓とか体ってのは使った分だけ痛んできてますからねうんだから肺に負担をかけないようにしようかと思います そそうそう最近ね一生懸命走るとすぐに息が切れるんですよいやこんなはずはなかったのになと思うんですけどもナミさんどうですかねまあ突っ走ることってのはあんまりないと思いますけども大和くんを抱えてちょっと走るとねあれなんか呼吸整うの遅くなったなと思うわけなんですよ以前はねこんなことなくったって5キロでも1 0キロでも走れたんですけども、まあ、それも遠い10代の頃ですからねいつまでも10代の頃の 体力力とか持持久のの感覚っってるのってる危ないですよねいや実はね3年ほど前名古屋で私転倒してね脱臼したことがあるんですけども若い頃のつもりで急に駆け出したんですよそしたら足がもつれてボーンとね転倒してアスファルトの地面にこの肩の辺りからガーンと落ちちゃったんですよねでいたたたって済んだんですけども気を失うぐらい痛くなってどうしたのかなと思ったらピョコンと骨が出ていたみたいなねそんな。 体験でございました、まあこれからの人生健康ってものが最も大事になってきますし健康を壊すとね時間まで奪われちゃいますしまあなんせ、ね、次に体を動かす時とかものすごく怖くなるんですよね、まあ、ですんで今後の健康シリーズとりあえず肺がんですかこちらの方ネクスト楽しみにしておりますあそれから昨日のズーム対談もお越しいただきましてありがとうございました ナミさんのライフプロデュースアカデミーこれからもプロモーションねさせていただければと思いますのでまたお話しくださいそれではありがとうございました失礼します新潟の雪の災害お疲れ様